こんばんは。ミュートになってた。本当ですね。皆さんこんばんは。今日はいろんな出来事がございました。ちょっと待って、シュッシュするわ。いろんな出来事が。モニテカワチ、イエイ、ありがとう、にゃにゃにゃ、ほんありがとう、肌マジ綺麗だった。え、そう？何で見て？直接見て？むわむわで面白いかも、ほんと？うん、皆さんありがとうございます。そうなんです、事務所卒業後お世話になる、そしてもう今日からね、あのお世話になる事務所の発表が今日ございました。ありがとうございます。美しい宣材写真見てきました、ありがとう。そうなんですよ、綺麗に撮影していただいて、決め手は何だったの？あの社長さんとお話をさせていただいたんですけど、社長さんが女性の方で、なんかね、思い描く夢が似てて、ミュージカルとか、あの夢の国の声優さんとか、それでいいなって思って、はい、所属させていただくことになりました。こんばんは。事務所の稼ぎ頭になれたらいいんですけどね。反射の写真の美女だった、反射最高の美女だった、綺麗すぎた、嬉しい。2枚目も見てくださいましたか、皆さん。こんばんは。そう、卒業したら上京ね。このさ、事務所などが発表されてなかったので、あんまり今後のことについて話してなかったんですけれども、今後も続けていきますので、応援してくださると嬉しいです。中村ひくさん、ターン、ありがとうございます。ありがとう。週5でシェイクシャック行けるけどさ、シェイクシャックってお高いからね。もう実家暮らしじゃなくなるからさ、私は節約をして生きていかなければ、逆に食べられないかもしれない。いつかはね、週7で食べれるようにそうそう、まあ、でもね、どうなん、どうだろうな。こんばんは、ありがとう。神江町で初花出た、ありがとう。私はね、やったことはあったんですよ。できるかな、ちょっと トピックが多いわね。しかも咳が出そう。
広島でもイベントできるかな、したいですね。神田彦さんありがとうございます。ありがとうございます。野村美月の辞書に節約という文字はあるあるある。ガチャは月5回までとか。そう、フラットコンビニに行かない。ピオーネ 4WD さん、のびさん、あくたさん、けいさん、写真集ゲットありがとうございます。今月の写真をお披露目します。写真集を買いに来ました、ありがとう。じゃじゃん、雪がちらつく、なんか光が2月っぽい写真でございます。あんまりこっち側の顔見せないからレアな気がする。そう、私ちょっと紙でいただいてなくて、まだ。そう、この携帯でしか見せられないんですけど、あとこれはもうね、ポストカード B なんですよ、これ。横のポストカードです。これはね、2月15日まで一旦。で、2月22日から2月29日までもこれなんですけど、お誕生日前後にもまた違うもの、そして3月にも違うものがございます。横はこれだけかも、あと全部縦。迷ったんですよね、でもいろんな。たくさん迷ったんですけど、こちらになりました。また紙でいただきます。まあ、その時にまた見せますね。神田彦さん、パフィンさん、ゆうせいさん、ジャストミトさん、写真集ゲットありがとうございます。決め手はどこですか？写真集のこのポストカードですか？なんか露出系ばっかりになりそうで、服を着てるものも一個欲しいなって思ったのと、なんか雪が、奥行きがあってすごい。ところでございます。広重さん、写真集ゲットありがとうございます。こんばんは。どこで撮ったの？これは広島のスキー場でございます。プーチンさん、写真集ゲットありがとうございます。みんな読んだかな。ピオーネ 4WD さん、のびさん、アクタさん、ケイさん、中根役さん、パフィンさん、プーチンさん、ユーゼさん、ジャストミトさん、広重さん、ありがとうね。おめでとう、解禁された足を言うし、あそう
こんばんは。東京来るならラジオやってほしいの。ラジオ局いろいろあるから、ラジオやりたい、ラジオやりたい。どうやったらやれるかな。カセットテープに吹き込んで送ったらできるかな。こんばんは。ラジオやりたい、本当に深夜2時3時ぐらいでやりたい。そうか、1年以上前から撮影してた。違います、これ今年の1月の写真です。 YouTube チャンネル作る可能性ありますか。作りたいんですけどね。今日コッコに YouTube 一緒にしようって言ったら、私は編集ができるよって言ってた。編集もしてくれるらしい。 いやでも嘘ですよ、これは信じない方がいいです。あの人はノリで喋るので。ファンクラブなどのお話はちょっとまだできない。していいのかな。でも早くね、アナウンスとかした方がいいもんね。うちのゲーム中は形を変えて続けてほしい。本当、トロさんも呼ばないと。そう、トロも呼んで3人でやりたいって、やりたかったんだけど、そう、まだトロブさんには言ってないけど、トロブさんには他の件で今日連絡をしました。こんばんは。いや、ファンクラブというものは卒業してからもございます。そこでイベントとかできたらなとか、もう何の歌でも歌えるから歌いたいなとか。チポも忘れなく、そうそうそう、キちゃんとね、だからね、そうなの、いっぱい話してるんですよ。卒婚の詳細も遠征の都合がある。確かにね。今日ツアーの座席出た。あ、ありがとう皆さん。きちゃんとダブル発表ね。あ、どこから読んでない私。ジャストミトさん、ひろしげさん、アンバさん、マー君さん、シロワニ使いさん、写真集ゲット、ありがとうございます。元ルームシェア、そう、それも案に出てた、出てるの。こんばんは。いや、どうなるか分かんないですけどね。私は難しいんですよね、家に人がいないさ、暮らしをしたことがないからさ。でもなんか誰かいたら結局なんかね、甘えて自立的な。そう、キちゃんの所属発表知ってたの。知ってました。結局七並べのお礼は明日する。そう、でも明日はできなくて、ちょっと七並べのお礼日を改めてもいいですか。2月7日などどうでしょう。7、七並べの7。確かに隣に住んだらいい。そうそうね。ごめんね皆さん、来てくれた方ありがとう。
ちタワーマンに住みそう。いやー住みたいよ新しい部屋こんな感じにしたいとかイメージある。えでも無印系かフランフラン系かで迷ってて、どっちがいいかなって葵ちゃんに言ったらフランフランって言ってたから、フランフラン系にするかもしれない。わかんない、でもできるかも。確かにね、ミニマリストフランフランになりたい。希望、理想はね。セディアさん、友達やんさん、写真集ゲットありがとうございます。ありがとう。ちゃんと料理とかする？え、でも最近だからさ、作ったりしてたじゃん、今年になって。やりたいんですよね。ミニマリスト生活は節約もできて、家具ドルが言ってるなら間違いない。確かに寂しいけどかっこいい、かっこいい。絶対かわいい部屋になるじゃん。ほんと？まだまだメールで来た盛り付けもみちがやってる。そうよ、私盛り付けはね得意なんよ。まあ、いやでもね、広島でもイベントができたら嬉しいけど、広島でね、まあ自分主催のイベントとかならできるじゃろうけど、広島のお仕事とかもあったらいいなって思ったり。うまちゃんさん、デブニャンさん、写真集ゲットありがとうございます。盛り付けに曲振りしてるのかってくらいうまい。味も美味しいよマジでレストラン系の。そうでしょ、映えには、ね、意外と上手なんですよ。今日さ、あの病院に行ったんですよ。そしたら鼻がさ、鼻が炎症を起こしてるらしくて、それで喉が悪くなってるみたいな。お仕事は舞台中心？テレビで見たいです。いや、いろんなジャンルに挑戦したい。定まってないことがいいことでもあり悪いことでもあるのかもしれないんですけど、歌もダンスもお芝居も。私は舞台ね、なんかその生のパフォーマンスっていうものをするのも見るのも好きだから、だけど映像も挑戦したいし、ナレーションとかラジオとかやりたいしっていう感じでございます今。あとあげたくんの声優したいですってこの前ベートーベンさんに言った。公演中も鼻気にしてた。うん、そう、その時はあのくしゃみが出そうだった。点鼻薬いただきました。ソロのアイドルシンガー的な動きも全然見たい、全然見たい。
できるかしら。会えたらいいな、ね、うん。CD 出したり、したいけど、みんなゲットしてくれますか。やらない後悔よりやる後、やって後悔。確かに。ショールームのアカウントも多分ね、このままこれを継続していただけるっぽい。デムニャンさん、長谷川さん、写真集ゲットありがとうございます。毎日やるかは分からんけど、なんか違う媒体でやるかもしんないけど、あの、なんて言ったの、他の配信アプリとかではなくて、まだでもそんな詳細はお話できないので、そう、そう、なんかファンクラブ配信とかがもしかしたら主になるかもしれないし、まだわかんないしみたいな。うん、あの、ちょっと待って卒業後も応援する。本当、なんかさ、アイドルが好きな方も多いじゃないですか。その気持ちもわかるっちゃわかるしね。そのアイドルだった私を好きでいてくださるのも嬉しいし、それはもうその方の好きだからさ、私は何も言えないけど、そんな方にも目に届くような活動ができたらいいなっていう思いではありますね。オーディションとか受けることもあると思うけど、頑張って。ありがとう。そうそう、うん、ありがとう。私も形が変わるからさ、皆さんも当然ね、皆さんもっていうか応援の形が変わる方もいらっしゃるっていうのはもう、ね、仕方がないというか、自分で選んだ道だし、でもそう、今のような活動っていうか、歌とかダンスとかさ、皆さんとお会いできたりね、なんかそういう活動もできたらいいなっていう気持ちでいるので、うん、59分だ。足りないわ。始めます。13位マンセイビエンさん、12位アモズさん、11位ユウさん、10位モクモクさん、9位ダイワのコウさん、8位ブルーさん、7位カズノリさん、6位タケゾウさん、5位デブニャンさん、4位ウマちゃんさん、3位パフィンさん、2位セリアさん、そして1位はドゥルルンジャジャン、ラッカンドエクさんでした。変わっちゃった。ラッキーナンバー22位はドゥルルンジャジャン、ホークさん、ありがとうございました。写真集ゲットしてくださった方もありがとう。残卓さん、ユウさん、ありがとうございます。それではまたお話しましょう。明日はできないかも、配信。おやすみなさい。